ガラスの勉強している時っていうのは実際は楽しいことっていうのはほとんどなくて、全部が問題なんですよね。ですからまあ僕は幸いにも、自分の、親方、自分の先生っていうものにすごく恵まれて、日本でも、1番から5番までの中に入るぐらいの、高度な技術を持つ、職人さんに教えてもらってたので、問題があったとしても、まあ僕がその先生と、一緒に相談をしたり、一緒に常に一緒にいることによって、お互いの信頼関係を持って、相談することができたり、一緒にその問題を解決することができたというのが、僕が勉強時代の一番の宝だと思います。ガラスの人生というのはこれは人それぞれだと思います。作品、数多くの作品をいっぱい作ってそれを残したいとか、いい作品を作ってお金をいっぱい儲けたいとか、いろいろ考え方はあると思いますけれども、僕の本当の考えというのは、いかに死ぬ直前まで、死ぬ間際までガラスを作り続けられるか、これが自分の人生のいつでものテーマだから、年を取ってきて体力が落ちてきてもそれなりに体を鍛えて、今と同じような大きい作品ができるようになる、それから今と同じようなやはりこうエネルギーがあふれる、作品ができる、そういうようなことがいかにその人生の中で、死ぬ直前までできるかっていうのが僕の人生だと思います。僕の人生はガラスの作品ではなく、ガラスの作り、ガラスを制作することが人生です。